今皆さんが見てくださっているこのね画角はいつもとそんなに変わりないかと思うんですがこのカメラをねちょっと下に下げるとめちゃくちゃね散らかった部屋がこう広がっております本当はお見せしたいんですけどどこに個人情報がもう映り込むかも判断できないぐらいの状況で動画撮ってるんですねっていうのも今これ私の仕事部屋なんですが大改造しようと思って床のタイルカーペットから全部剥がして貼り直して で机もね2つあったんですけど1個解体してっていうのをやっててで金土日やったんですけど全く終わらなくてでなんでこんなことしてるかっていうとまあ夏ちょっとね頑張んなきゃいけない夏なんですよまあ皆さんもそうでしょうけどね私もすごい頑張んなきゃいけない夏ででちょっとねこう環境ってやっぱ大事だからこう気合を入れるためにもなんか自分がモチベーションの上がる仕事部屋にもう一回変えようということで、まあ、チャレンジしてます。 でこれみんなに、例えばね部屋をこうねやる気出るように模様替えしろって言うと結構時間取られちゃうからあの机、勉強机の上だけでもいいので自分ののの座っていいるこのね手の届く範囲だけでもいいでもす自分にとってテンションの上がる勉強机、勉強環境、学習環境ねをぜひねちょっと考えてみてください。これだけだったら多分ね1時間とかあれば終わるからやろうと思えば。 で、これができるとですね、すごく勉強づけに座るのがポジティブな気持ちで座れるようになります。なのでおすすめなんでね、ぜひやってみてください。で、今回の本題はそこじゃなくって、今日は7月25日です。皆さん、あと1週間。来週の月曜日、8月なんですよ。8月1日です。つまり、7月が残り1週間になりました。でね、くどくどずっと言い続けてますが、7月を え、やらかすとですね、基本的に夏の印象、自分にとって夏を振り返った時の印象が良くなく終わります。つまり、9月1日、ね、新学期かが始まる時に、振り返って、自分のね、夏を振り返った時に、自己嫌悪になって9月1日が始まるのか、それとも、あ、でも頑張れたなっていう自分を、自分の背中をこう押して、自分でね、押して9月1日が始められるのかっていうのは、 7月がね、大きな鍵を握ってるんです。でもし、ここまでね、夏休み始まった後、今5日ぐらい経ったのかなうまくいってないと。ね。なかなか自分を褒めてあげられてないという方がいたら、この1週間頑張ってみ。まだ取り戻せるぜ。まだ取り戻せる。この1週間しっかり自分を褒めることができるようにね、過ごせたら、8月も変わるから。それも保証します。変わる。だから、ぜひこの1週間頑張ってください。 それが伝えたかっただけです。もう本当にそれぐらい大事なの。今まで受講してたくさんの生徒を見てきて、まあ、自分もそうだったけど、7月ってどうしても油断してね、うまくやれないんですよ。まだいっかなって。だって8月あるんだもん。8月1ヶ月あるからさ、今月ぐらい良くないみたいな思っちゃうんだよね。でもこの気持ちでいくと、人間そんなスイッチ変わんないから、7月はダラダラしよう、8月よっとつ、っつ、ならない。 それがなれるんだったら7月もやれてる、絶対に。だから、まあ、ね、今ね、こう、どういう気も心持ちでいるかわかんない。それでも、切り替えられる自信があるんだそれでもいいと思います。そこは強要はしない。ただ、自分の中で切り替えがうまくいく自信があまりない。そこに関して自分に対してあまり、こうね、信じれないというか、ダメなんじゃないかな、失敗するんじゃないかなって思う方は、ぜひこの1週間、 きっちりやってごらん。で、夏に伸びる生徒の特徴っていうのは先週で動画投稿します。概要欄に貼っておきますんで、そこぜひ見てみてください。その特徴を活かして、自分のタイムスケジュールね、契約を立ててやってもらえたらと思います。で、最後に一つだけ。で、これを言うとですね、例えば5日間ね、うまくやれてなかった方が取り戻そうとします。取り戻すために、この1週間の目標を高めに設定します。やめましょう。それ絶対言っちゃダメです。 取り戻すっていう発想はやめた方がいいです。基本的には。過去は過去です。今日から再スタートなので。っていうのは、今までうまくいってなかったのに、急に、例えば勉強時間が0分だった方が1日5時間やりますって、ほぼ現実的にじゃないね。それはね。1日はいけるかもしんない。でも7日間はできんよ、きっと。なかなか。 だからまず目標設定は少なめで設定する少なめでいいってハイチが言ってたから少なめで構わんで少なめに設定した上でやってみました俺なめてんなこんなもんじゃなかった私はってもっといけるんですけどってなったらプラスアルファでやったらいいじゃないですかここまでって決めてたのにえこんなにやれちゃいましたのはかっこいいんだって。 ももとと高めに設定しておいてここまでしか終わらんかったとかいやだつらいつらいつらいって言ってなんとかここまでやりましただと勉強に対する意識というか気持ちが後ろになっちゃうんですよ。ああやだなーってまたつらい思いしたくない大変そうってなっちゃうでしょだったらこう勉強ね図形に座りましたそこで前向きな気持ちでよし今日もやったるぜって私のこと褒めちゃうぜプラスアルファでやっちゃうぜっていう前のめりで言った方が長く続きます。 特に受験勉強の方、受験勉強は短距離走じゃない。マラソンだからね。短距離で一気に爆発的に頑張ったら終わりじゃないんだ。まだ長く続くからね、長く走り続けるには、どういうふうにやったらいいかっていうのをもう一回。 考える期間にもしてほしいので、そんな感じでぜひね、この1週間過ごしてみてください。はい、ということで今週もね、この間お付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日に、8月だね、何喋るかだいたい予想疲れると思いますけど、喋りますんで、よかったらね、来週の月曜日もまた見てみてください。それでは、今週1週間もね、お互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またバイ